それしか大変ですよね。
危ない。大体5から7ワットぐらいですね。だから基本的にこれ200ぐらいですから、そういった、ね、なんか災害で電気取れない一番問題だったら通信ちょっと変わるのはいいようやな。
いね。
伸びるのそんなの、はい、
調のところとか、あとピスタチオグリーンのこういう車が走った時に目立つんだろうなと思って、後ろのタイヤの色と違うところもすごい素敵だなって思います。内装もここを開けた時にここにピスタチオカラーだったり、ところどころに真鍮のカラーが入れられていて、自分から見てもすごい素敵なように見えるように、もともとシルバーだったんですけど、ここをゴールドに変えてもらったりだとか、あとサイドミラーですね。サイドミラーの縁も運転していて、サイドを見た時にゴールドが入ったら可愛いなと思って、ここをアドバイスさせていただきました。フロントグリルは一本だけ真鍮の色が再現されてたり、あとお店のカラーが全体にちっちゃく入っているところがすごい素敵だなと思いました。お菓子でいうとチョコレートみたいな、お菓子のようなイメージだなと思います。すごい気に入ってて、本当に小さなお店がそのまま集まったみたいな印象でした。実際にマルシェに行くことも多いんですけど、オープン時間だったり、あとメニューがこういう風に書かれているから、お客さんも企画に声がかかった時に見やすいなと思ったのと、あと取り外しもできて、運転する時に後ろの方が確認しやすいなと思いました。すごい容量も大きくてたくさん持っていけそうです。ここにポータブルバッテリーがあって、これとつながっているので、エンジンが止まっている場合でも保冷し続けることが可能です。では、大きな保冷バッグに入れて持って行ってたんですけど、どうしても2時間くらいでぬるくなってしまうので、ずっと困ってた部分であったので、遠いところに行く時や、あと余った時も持って帰ってくれて、ケーキを運んだり、他にもやれそうなことがたくさん増えて、多くの人に知ってもらえそうです。お店のフローリングも実際こういう感じで、ここお店のローリングみたいに作っていただいてます。ここに、実はこういう風な小物を入れたり、あとお菓子の紙袋を入れるようなスペースがあります。マルシェに行くときに台車を運んだり、あと机を運んだりするんですけども、中だけじゃなくって大きい荷物を乗せるときにもここを使えるのはすごい便利だなと思いました。このリノベーションされたところも新車みたいです。香りも全然新車の香りがします。中古車だったんですけど、こんなに綺麗になって可愛い車になるなんて思ってませんでした。もう自分のお店はそのまま、
毎週みたいな。中古で5000万くらい取ると思う。マジで。でも変われThank you.
だからあっちだ。
かな。ハイブリッド車全部ハイブリッド車なんか開けないでいいやろ。Thank you.
Thank you.
レースでしか体験できないことや他のチームの方からお話を聞けるチャンスだと思います。四輪のレースに興味のある方は一度見に来てください。この活動を通じてそういう人が来るのではないかと思います。
ました。これからのポテンシャルの高さを大きく感じました。Thank you.
ベッドベッドいつみたいな。量販登録をしてもらったので、小物商品とこういう登録をしてこちらに考えます。立ち上げて2個あるんですけど、出してもらったので
方だと思って打ち出すんよ。
I'm going to
ご覧のお客様なんですけれど、ぜひ来て、
通してるので。お客様にもっとワクワクしていただける車を作り、そういったものをしたいと思っているのが詰まって出ちゃうのかなと、そういうふうに思っています。It's kind of casual life. The car is as comfortable as my sister.
この大御所の
for your investment.
Thank you.
ゴンボール。Thank you.
Thank you.
ちょっと残念やった。